カルビン・スミス・ジュニアは、アメリカ合衆国フロリダ州、ルッツ出身の陸上競技選手。専門は短距離走、400メートルで44秒81の自己ベストを持つ。2012年イスタンブール世界室内選手権、2014年ソポト世界室内選手権、2016年ポートランド世界室内選手権と、 三大会連続の4400メートルリレー金メダリストであり、4400メートルリレーの元室内、世界記録保持者でもある。父親はアメリカを代表するスプリンターのカルビン・スミス。7月の全米選手権、男子400メートルにおいて45秒57の5位となり、北京オリンピック男子4400メートルリレーメンバーに選出されたが、8月の大会は、 補欠として出番はなかった。2012年イスタンブール世界室内選手権2月の全米室内選手権男子400メートルにおいて45秒96の2位となりイスタンブール世界室内選手権アメリカ代表に選出された。シニアの世界大会デビューとなった3月の大会では男子400メートルと4400メートルリレーに出場すると 400メートルは準決勝で敗退したが、決勝のみ出場した4400メートルリレーは、アメリカチームの2層を務め、メンバー最速となる45秒69のラップタイムをマークして、金メダル獲得に貢献した。2月の全米室内選手権、男子400メートルにおいて45秒91の4位となり、そこと世界室内選手権。 男子4400メートルリレーメンバーに選出された。2大会連続の世界室内選手権出場となった3月の大会では予選と決勝でアメリカチームのアンカーを務めると決勝では選手の中で最速となる45秒14のラップタイムをマークし室内世界新記録充立と金メダル獲得に貢献した。従来の記録は1999年。 前橋世界室内選手権で、アメリカチームがマークした3分02秒83で、今大会のアメリカチームはこれを0秒7。3月の全米室内選手権、男子400メートルにおいて46秒42の4位となり、ポートランド世界室内選手権、男子4400メートル、リレーメンバーに選出された。3大会連続の世界室内選手権出場と、 なった同月の大会では予選と決勝でアメリカチームの2層を務めて金メダル獲得に貢献した。決勝のアメリカチームは室内世界記録こそ更新できなかったものの3分02秒45という好タイムをマークした。父親は2007年に全米陸上競技連盟の伝道入りを果たしたカルビン・スミス。100メートルと400メートルリレーの元世界。 記録保持者である。オリンピックでは1984年、ロサンゼルス大会の400メートルリレーで、金メダル。1988年ソウル大会の100メートルで、銅メダルを獲得。世界選手権では1983年、ヘルシンキ大会の100メートルで、銀メダル。200メートルで、金メダル。400メートルリレーで、金メダル。 1987年ローマ大会の400メートルリレーで金メダル。1993年シュトットガルト大会の400メートルリレーで金メダルを獲得した。記録欄のうちの数字は風速でプラスは追い風を意味する。微光欄の記録は当時のもの優勝したダイヤモンドリーグ個人種目の成績を記載。金色の背景はポイント対象レースを意味する。 ありがとうございます。